We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのスペシャルスカニアご紹介していきたいと思います。でこちらのお車はですね、茨城県の KC 企画さん、主にね、お野菜とかね、そういったものを運んでる会社さんになるわけですけれども、この度ですね、スカニアの導入いただきましたので、こちらのねスペシャルカー見ていただきたいと思います。総額4000万円以上かかってるというね、ベース、仮想、箱とどれもスペシャルですんでね、ぜひぜひ皆さん最後まで楽しんで見ていただければなと思います。まずですね、これスカニアのデイキャブというものになります。なんで国産でいうところのショートキャブみたいな扱いにはなるんですけれども、それでもねベッドスペースとか国産のフルキャブと変わらないぐらいの広さを誇ったベッドなどがねついているものになります。それではね、仮想をいろいろと見ていきたいと思います。まず上はですね、ライトフィックスのバーにレーザーの作業灯で、ハドレーっていうねメーカーのホーンですね、そういったものを装着してまして、またそのルーフバーの横にはですね作業灯を装着させていただいております。でバイザーはですね、長めのバイザーでファンクショナルクールセロプロと貼らせていただいております。もうイルミネーションがねすごいたくさんあるんで見応えあるんですけども、どんな感じで点灯するか皆さんご覧いただければと思います。塗り分けに関しましては、パールホワイトとピアノブラックとね2色で展開しておりまして、でこういったところもメッキパーツ装着しております。こちらのフロントバイザーは LED をね3個真ん中追加させていただいております。そしてバイザー自体も延長しているということですね。でライトフィックスのルーフバーのことをハイバーと言います。グリルバーの方はミニバーという形になっております。で色の塗り分けに関してはピアノブラックとパールホワイトということで、でグリル周りは、メッキでね飾られているわけですけれども、ここがマスクアプリケーションというスカニア専用のパーツになっております。あとは横の部分ですね、ダートディフレクターといって、こういうねディフレクターもねつけております。ちなみに今ちょっと光らせてるんですけど、こうエンブレムもね白く光るものになってますし、あとグリフィンマークと、あとここもね中光らせてるようにしております。中も光ってるんですよ。で夜になると非常にねかっこいいの分かっていただけると思いますので、またね暗くなった動画もそれぞれね見ていただければなと思います。あとミニバーですねにはまたレーザーの作業灯で、自光式の台座にリップスポイラー装着させていただいておりまして、こちらのリップスポイラーには LED9 個ね埋め込ませていただいてるということで、フロント見るとね R360 がベースなんですけれども、こちらハイルーフがね低めのものになるんですよ。ですがこれだけの迫力を醸し出すということで十分です、はっきり言って。で横側見ていきましょう。こういう形で冷凍ウィングでございます。こちらの冷凍ウィングは矢野特殊自動車製の、冷凍ウィングなんでね、箱も老舗中の老舗で、当然スカニア用にね一から作ったものなんで、完全特注品ということになってます。でフロントのキャブ部分ですね、このミラーもメッキミラーカバーを装着してます。あまり今まで使わなかったんですけど、メッキミラーカバーを装着したりですとか、あとはキャブラインですね入れさせていただいていて、ステップがこちらワインレッドということで、あと車身もねレッドにしております。ラメのレッドですね、あとハブもレッドにして、こちらのグリフィンマークだけは白くかたどられてるということですね。あとサイドアプリケーションっていうね、こういったとこもステンっていうかメッキというか、こういうパーツがねサイドはサイドで使われてるという感じですね。で塗り分けに関しては窓枠とミラーはピアノブラックに塗ってると、そこにメッキミラーカバーつけさせていただいてるということで
ですね。中はねとても広いです。であとねセノプロオリジナルのガラスコーティングスプレーっていうのをね施工をするのかな、これから。ちなみにこれはね販売もしてますんでね、欲しい方いらっしゃればと思うんですけど、まあ、非常に簡単にガラスコーティングが施工できるというものも今取り揃えて扱っております。まあ、詳しくはねセノプロまでお問い合わせいただければと思います。ほんとねシュシュシュってやっても拭くだけでコーティングかかりますんでね、非常にやりやすいかと思います。でアルミの方はね385用に変えております。でデュラブライトエボ、元からねスカニアデュラブライトエボなんですけども、アルミもタイヤも385ってでかいやつになってるし、サイドウォールにフィンがつくんですよ。でこれがつくと要は水がこう外にねピシャーって行きづらいっていう、まあ多分ミシュランの特許なのかな、こういうのがねついたタイヤになってます。車高灯なんかも黄色くて非常にかっこいいものになってます。で横がフルエアロですね。でこれがまあ、アルミで一から作成しております。全部かたどってね、で長板ついてますんで全部跳ね上げで上がるようになってます。なんで燃料とか入れるときは跳ね上げてね入れていただくような形になってます。でその下にも黄色いマーカーがねついております。でレートウィングなんで、まあ、当然キャッチもいっぱいありますし、まあ、当然ステンレスです。前側からでもウィング開閉ができるようになっております。で KC 企画さんってね看板入って、横はグラデーションの文様になってるということで、ルーフにも実はステッカー貼っております。なのでウィング開けた時にセノプロとね KC プロジェクトエクスプレスというふうにね出てきます。そういったおしゃれな要素も取り入れてます。中もまあ隙間から見えるかと思うんですけど、全部イルミネーションがついております。夜がすごいきらびやかなんですよ。はい、でここはねドーマフェンダーにこのアルミと、まあ、デュラブライトエボですね、拭くだけでいいっていう、まあ、アルミがついてると。マークを白く加工しております。でこういったところも1組レアを作ってつけております。すごくないですかこの迫力、全部オールペイントですからね、箱も全部塗装してますし、後ろなんかもステンレスになってるんですけど、これ矢野さんで加工していただいてる途中の工程で観音だけ一回引き上げて、でグラインダーの加工をして、それで矢野特殊さんに戻して、小賀にあるんですけどね福岡県の、そこに戻してロックバーとかつけたっていう、ね、非常に手間がかかってて、矢野特殊さんもちょっとめんどくさいなみたいなね感じだったと思うんですけど、いろいろな協力があってグラインダーが完成しました。仮装途中に観音だけお預かりして施工するってケースもないんでね、矢野さんありがとうございます。素晴らしいトラックが矢野さんのご協力のおかげでできたということです。でやはりまあ黄色のね車高灯と、あとテールライトに関してはストランズ製のねテールライトを装着しております。でバンパーはステンレスですね。バンパーもリアシールももう1枚もんで全部ステンレスの仕様になってます。もう後ろからも何の車かもわからないぐらいすごいということですね。で自光式と、あとはまあスワーの当てゴムローラーをねシンプルに2箇所付けさせていただいてます。後ろ開けてみましょうか。はい、こんな感じですね。完全冷凍車って感じです。後ほどウィング部分開けてみたいと思いますんで、こういう感じの、まあ、キーストンのねお車でございます。もう今はね T 型キーストンではなくて、こういう I 型キーストンっていうねすごい丈夫なものに、ね、なっております。あと詳しくはね後ほどの動画でご覧いただければと思います。で最大積載量は、まあ、11トン400という冷凍ウィングなんでね、これぐらいでしょうね。まあそれでもねスカニアはスウェーデン鋼っていうね鋼材でできてて、まあそれがスカニアのまたセールスポイントの一つなんですけども、まあ軽くて錆びづらいっていうね、そういう鉱石を使ってます。なのでまあスカニア重たそうに見えますけど、それでもこれだけの装備がついて11トン400積載取れてるということです。左側もこんな感じなんですよ。で下回りこちらの網網のところがまあ冷凍機で、で実はこちらも隙間からご覧いただくんですけど、リンギ入れ設けております。まあ、なんでリンギとかね長いラッシングバーなどもこちらで保管しておくことが可能となっております。すごいでしょこの車はね、ほんとすごい。あとタイヤ灯も青白いもの裏側から照らしております。この中も全部赤いのがついてるんで、もう少し暗くなったらよくわかるかなと思うんですけど、で冷凍機はまあ猟銃の冷凍機で、マフラーフェイクですけど近くて可愛いですね。まあ本ちゃんのマフラーはねあそこについてますんで、そんな感じですかね。横側はでバスウィンカーがついてるという感じです。しみじゅん、じゃあちょっとねエンジンをかけてみて、まあウィング開けたりいろいろしてみたいと思います。ちょっとエンジンかけますね。まあこんな感じでルーフバー今ね点灯しております。明るいですね。下も点灯しております。このまたねエンジン音もかっこいいんですよ。すごい迫力のあるエンジン音でございます。ちょっとウィング開いてみましょうか。まあ、どんな感じなのかというところでやってみたいと思います。はい、それではねこういった形の冷凍ウィングの中身を見ていきたいと思います。どうしてもねスカニアですと外エバっていうのができないんですよね。まあできるのかもしれないですけど、多分設定的にロールーフっていうのがないので、まあ例えばこのデイキャブでもやっぱハイルーフ扱いになるんでね、エバポレーター出すとなると一から加工してねルーフぶった切ったりってなるんで、まああまりすることがないのかなと思います。まあなんでね内エバになるんで、まあエバポレーターがこういう形で飛び出てしまうっていうね、まあこれだけはねしょうがないところにはなるんですけれども、その他がスペシャル装備になっております。まず I 型キー
ストンですね。当然床 T 型ではなくて I 型なんで、重量がかかっても安定感があるという I 型キーストンで、まあ、横もこう I 型キーストンになってるんで、まあ、冷気がこうぐるぐる循環するような仕様になってます。冷凍車よくあるんですけど、このツルツル板デュラウッドっていうんですけど貼ってありますんで、ジョロダーでパレットを奥に押し込む際もこういうとこ当たってもねツルッと滑るんで、途中で突っかえるってことがないということですね。でジョロダーレールも4列ついております。で使わないときは蓋をすることによってカゴ台車とかね搬入してもタイヤがはまったりしないような作りになってます。下側デュラウッドで真ん中もデュラウッドで、このゴムですね、これもデュラウッドみたいなもんですよね。ツルツル素材が貼ってあって、で内側も化粧板がびっしり入ってるという感じですね。コナイトはね端っこについてます。でリア部分、横もも全面デュラウッドになってですね、天井と横と、でラッシングバーがかかるようになってると。でラッシングレールも、まあ、上段も下段もプラスマイナスプラスマイナスのラッシングレールになるんで、まあ、横掛けもできるっていう、まあ、だからより細かい刻みでラッシングバーがかけれるようになっております。まあ、こんな感じで、この多分車だとマイナス25度ぐらいまではね冷やすことが可能です。矢野特殊さんの箱なので作りがしっかりしてるんでね、会社さんによっては箱の世界で2台目使ったりとかね、そんなこともしている運送会社さんが多いです。横側逆回ると天井にも実は看板貼ってあって、こういう感じになってるわけですよ。 KC 企画さんロゴがバッチリ映ってるという感じですね。これも新しいでしょ。だからこういう風に、ね、見ると非常に細かいところまでカスタムされてるなっていうのも分かりますし、まあ、最近ではドローンでね撮影したりとかそういうこともあるんでね、屋根もカスタマイズしてるとより一層ねまた一ランク違うトラックという風に見られるという感じですね。それではまた閉じてってみたいと思います。本当ね煽りもしっかりセイコーラック効いてますんでね、非常に締めるのが軽いです。はい、今閉めてみましたね。すごい簡単にね開け閉めできて、で冷凍車っていうねスペシャルな車ですよね。なかなかでも海外ではねこういう車ないですよ。シミジュン、それではねちょっと内装を見てみましょうか。でこちらが R キャブのデイキャブというものです。毎回ご紹介するんですけど、こういったところに物入れがありますんでね、ラップとかシャンプーセットとかね、あまり室内に置きたくないものはこちらに入れておくことができるということですね。であと、まあ、こちらも夜とかだと反射板が光ります。まあ、なんで扉開けてる時もね危険ですよっていう注意喚起にもなります。ここが点灯したりここが点灯したりしてます。間接照明みたいなのがついてるということです。それでは乗り込んでみましょう。運転席こんな感じですね。でまずスカニアのポイント、まあ、これねもう皆さんご存知の方多いと思うんですけど、この解除をするとハンドルが簡単にね動くという、ね、ぐにゃぐにゃ動きます。で好きなところで止めるともう動かないんでね、こういう便利な装備になってます。スイッチ類ちょっと見ていきましょう。まあ、ウィングのスイッチとあとプッシュオンってなってますけど、これがハドレーのホーンのボタンです。これ押すとこんな感じでね、非常に鋭い音というかカスタムトラックって感じのね音がします。でこちら R キャブなんで、ハンドルも当然カーバリのハンドルになってます。装備としてはレーダークルーズとか全部ついてます。オートマのレバーこちら、これでオートマチック制御します。ドライブバックをこちらで、今オートってなってる、オートにしとけば排気とリターダーオートで使い分けてくれます。でここがマニュアルモードね切り替えたりと、そんなスイッチになってますね。でここがエアサス関係です。これが定位置のボタンです。でこの定位置プラス1みたいのは定位置より少し上っていうのがねできるんですよ。車高の低い車でもこれを押しとけばねある程度安心して走れます。であとメモリー機能とそれぞれ後ろと前とねエアサスのコントロールができると、ここでもできるし、まあリモコンもねここについてますんでこちらでもできると。あとエアブローもあるっていうね、これもすごい、粉物積んだ時自分の体の粉を落としたり、まあ、室内のね清掃に使ったりできます。シート関係はこれもイスリングハウゼンなんですけど、シートヒーターもついてるし、レアシートで減衰力とかいろいろ調整できるようになってます。これ高さ減衰力で、これは角度ですね。であとエアランパーサポートついてると、でこれで前後で、これで椅子の座面だけとかね、この上にレカロシートもあるんですけど十分これで OK です。まああとはこの辺ハザード関係とかトリップメーターゼロにしたりで明るさ調整と、あとナイトモードっつってね、夜は梁だけ見えるようにできるんですよ。照り返しがねないように、そんなのもできます。で作業灯関係のスイッチと、電源を完全にバッテリーオフにするスイッチもついてます。でこれバチンってやるともうね全部ねエンジンもかかんなくなるし、よくボルボとかついてますね。で、まあ、作業灯関係と、あと電動パーキングブレーキですね、もうこれも当たり前になってますね。 USB がいろんなとこ刺せるようになってます。ナビと連動してますんで、ここで Apple CarPlay とかね iPhone を刺せば使えるようになります。であとオートエアコンでしょ、これでフロックだったりとかします。あとは車線いつ出すとか、プリクラッシュのオフボタンで、この辺は車内のねライトマックスってやればもう上とかもねつく。まあ日本車みたいに蛍光灯はないのでね、ちょっと暗めにはなるんですけど、それでもヨーロッパ車っぽい雰囲気を醸し出します。でカップホルダーとシガーで、こっちもシガー、まあ、とにかくね電源が多い。で上はここも作業灯あるんですけど、サンルーフ開閉とかね、あと ID ってこれ、ね、乗り回しの時はねこれで人の認識をしたりもできます。でこれが冷凍機、これが紙タコっていう感じですね。バイザーも手前にヒート下ろすタイプです。内側にもスピーカーが隠れています。で音もねめちゃいいですよ本当に。ルーフ部分にも、まあ、収納あります。
スリーパーキャブだとさらに大きいですけど、十分ですデイキャブで、はい、しかもここにもね、シガーついてますね。細かいとこですよ。それぞれライトついてます。今ねライトオフボタン押してるんでつかないですけど、鍵かけたりするんですね。でここ物入れでしょ。であとテーブルついてたりするんで、ここで出して広げれば助手席で作業もできますっていう感じですね。で助手席側でもねドアロックできたりとか室内灯つけたりできるようになってます。助手席も快適ですよ、こう座った感じね。ここにもカップホルダーあるし、でこの辺も全部収納です。はい、2段階で収納もあるし、でこちらには小物入れがあるし、でここは冷蔵庫つくし、はい、この冷蔵庫も夏場めちゃめちゃ冷やせますんでね、非常にありがたい。で最近のデイキャブこういうのがついてるんですよね、まあ、ハンガーっていうんですかね、物入れたりできて、何入れるようなのか分かんないですけど、服かけたりできるようになってます。であとここにもリモコンあるんでね、パーキングヒーターっていうのついてるんですよ、まあ、なので P マークエアコンっていうね、これがエンジン止めててもエアコンとヒーターつけれるよってやつですね。あとここで、まあ、充電もできるし、サンルーフ開けたりもできるし、このリモコンでいろいろできます。アラームつけたりそういうのがこれでできるようになってます。ここがベッド部分になります。だこっちが狭いから頭こっちはちょっと厳しいんですよ。でも頭こっち用なんでしょうね、こういうのがここについてるから。本来は頭こっちなんでしょうけど、この車の場合はね、こっち頭のが寝やすいですね。国産のフルキャブとあんまり変わらないですね。十分ですよ、僕的には十分で。何がいいって、国産と違ってこうね座れるんですよ。でここで食事もできるしね、なんならこの下に座ることもできるんでね、こう下に座ればここでねいろいろ作業もできるし、テーブル代わりになるし、まあ助手席にもテーブル出るし、内装がいい、使いやすいようにできてますよ。国産も段差作ってほしいですよね。なぜかね国産ってこうフラットなんですよ、どのメーカーもそうですからね。だからそこはちょっと考えてほしいです。まあこれから2024年問題で、まあ、トラック業務も制限がかかるんで、せめてトラックはね居住性が高いものにしてほしいなと、一ユーザーとしてはねちょっと思うところですね。まああとはカーテンとかこういうのもね、非常にね理にかなってこうねパッチってなってるの、シャーって引いて、これ結構滑るしね、国産なんか滑んないの多いんで、こういう細かいところがねやっぱり作りがいいです。ソフトタッチになってますしね、 G キャブとかになると硬いのになったりします。内装はそんな感じですかね。まあ、僕身長169ですけど、どうでしょう、はい、一応ちょっとあります。だから170ぐらいだったら普通に下で立ってもね大丈夫です、まあ、それぐらい広いと、やっぱりね生活できるようになっております。何がすごいって日本用でねこういうのを開発してるってところですよ。デイキャブってないんでね、他の世界では日本の法令に従ってやるっていう、まあ、そういうのがないので本当に画期的だと思いますよ。富士トランスポートはね18枚積めるパレット車が多いんで、スカニアで18枚積める車があればもう最高ですよね。つけられるライト関係全部つけてみましたので一通りご説明します。まずフロント、こんな感じでルーフバーとグリルバーにそれぞれレーザーの作業と、グリルバーにはライトフィックスの LED もありますし、ルーフの部分の作業と、でバイザーの LED、スカニアエンブレムの LED とグリフィンマークの LED と、あと横にある作業灯の LED、グリルバーのライトフィックスの LED とレーザーの作業灯で、下は純正フォグで、ヘッドライトハザードということで、下の、リップスポイラーにも LED9 個ついております。こんな感じですね。で横側に行きますと、まあ、箱の車高灯ですね。あとは下 LED、 後ろまで何ついついてるんだろう、15ついついてます。中側にも赤くね LED がついております。であとタイヤ灯も青白く光るようになっております。で後ろはこんな感じでストランツ製のテールライトになっております。で上は純正の黄色い作業灯ですね、まあ、とてもねド派手な1台になってます。はい、いかがだったでしょうか。今ねぐるっと見てきました。スカニアの最強単車と言っても過言ではないかなと思います。まあ、ベースがねスカニア R キャブで、後ろはヤノ特殊の冷凍ウィングで、それにセノプロの加工で、お客さんのこだわりも追加したという感じで4拍子揃った車になっております。どういうところがねみんなスカニアをこう入れたいと思うのかっていうと、まず燃費がいいってところですね。ちなみにこの車でも5以上は燃費いきます。で通常国産だとね3後半から4前半ぐらいなんで、まあ、1キロぐらい差があるわけですよ。リッター1ぐらいね差が出てきます。仮にねそれで100万キロ走ると1000万ぐらいのね差になってくるんですよ。ちょっとアバウトですけどね。そんなったらスカニアいいよねというようなねお客さんも多いです。あとはまあ車自体が快適ということですね。今 SNS いろいろ流行ってますんでね、例えば運送会社でお持ちになっていると動画に上がったり宣伝になったりするんで、実運送だけではなくてそういったメディア部分での活用という、そんな需要もあったりするんですよね。うちはスカニアだけじゃなくてスーパーグレートも当然やってるわけですけれども、そういう需要もね見込めるというところで、まあ実運送だけではなくて
広告宣伝活動にも使っていただくと、そんな車を目指して作っていっております。今年はですね、イベントたくさんあります。セノプロで予定しているイベントとしては、まず働く乗り物大集合があります。5月ですね。これが鈴鹿サーキットであります。で、次ジャパントラックショーですね。で、こちらが横浜で、2年に1回行われるわけですけれども、そちらにも出展させていただきます。で、同じくまた横浜でね、テレビ神奈川ってあるんですけど、そこと協賛してね、トラックのイベントをやるというか、そこに参加するって予定もありますし、で、さらに7月トラックスターってオランダでカスタムトラックのイベントがあるんですけれども、そちらにも1台トラックをね、持ってく段取りをしております。で、さらに IAA っていうドイツハノーバのトラックショー、世界最大の商用車ショーと言われてる、こちらにも車を出すということでね、今年は非常に忙しいです。さらに新型スーパーグレードもね、出てまいりますんでね、こちらもね、仮装して出すということで、目白押しのね、イベントがありますので、引き続き動画を楽しんでいただければなと思います。はい、それではね、また動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。